ニューバーグはアメリカ合衆国オーレゴン州ヤムヒル郡にある市、ポートランド都市圏の一部を形成する。市内にはジョージ・フォックス大学がメインキャンパスを置いている。2000年度国勢調査の時点における市の人口は18,064人であった。2007年における人口は21,675人でヤムヒル郡における第2位の人口規模を有する市である。 フーバー・ミンソン帝・ニューバーグは1889年に市政化した。この市にニューバーグという名前をつけた人物は初代郵便局長でドイツのヘッセン州ノイベルク出身のセバスチャンブルチャーであったと言われている。ニューバーグはオレゴン州で最初にクエーカーの礼拝所が建てられた共同体であった。1889年市として法人化された。 ニューバーグ市の地域新聞、ザ・ニューバーググラフィックも同年に発刊した。1901年、後に、ジョージ・フォックス大学となるパシフィック・アカデミーが、クエーカー・京都によって設立された。ジョージ・フォックス大学は、US ニュースワールド・レポート誌が、ナショナル・ユニバーシティと分類した大学の中では、太平洋岸北西部唯一の福音派、キリスト教大学である。キャンパスは、 市の中央部にあり、周囲には大学が所有する住居が並んでいる。1885年、まだ11歳だったハーバート・フーバーが両親を亡くしたため、おじと住むべく、ニューバーグ市に引っ越してきた。現在、フーバーが住んでいた住居は、フーバーミン・ソーンテーとして、博物館となっている。ニューバーグは、ドライな町だった。というのは、市の初期時代の大半において、 ニューバーグの地域内でアルコール類の販売が禁止されていたのである。現代になってアルコールの販売が認められるようになり、ジョージ・フォックス大学の教授や大学院生はいくらかは種類を飲めるようになったが、同大学の学部生は依然として禁止すべきとされている。2005年、ダンディー市議会は同市の警察局を解体することが投票により決定され、 ニューバーグ警察と業務を共有する契約を締結させた。ニューバーグ市議会が契約を結ぶと、ニューバーグ警察は新しく、ニューバーグダンディ警察として解消された。警察署は一体化したが、日市の消防署に関しては、現在でも、それぞれ独自の機関を有している。ニューバーグは、ポートランドの南西4 0トルの地点、オレゴン州道99号再選沿いに位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市の総面積は1 3 0キロ平方メートルである。市の平均標高は5 4ルである。ニューバーグとモカイト協会、ジョージ・フォックス大学キャンパス以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人種別人口構生年齢別人口構生世帯と家族収入と、 家計2002年の時点で、被災代の雇用人口を有する期間は832人の従業員を有する、歯科用機器メーカー、AA ディセンバーで、その後に400人の従業員を構える、ジョージ・フォックス大学が続く。ついで、SP ・ニュープリング CO、サントロン・コープ、プロビデンス・ホスピタルが多くの従業員数を構える。2009年4月、 A ディセンバーのオースティン家は所有するジアリソン・イン・スパが工事や回転前業務などを目的として250人の従業員を雇用した。同年9月の開店までにジアリソン・イン・スパは200人のフルタイム従業員を追加する予定である。ニューバーグの初等教育、中等教育はニューバーグ公立学区が管轄している。また、市内には 高等教育機関であるジョージ・ホックス大学がある。ありがとうございます。